ついに直都知事選への立候補を表明した小池百合子都知事。気になる点の一つは選挙候補経歴にカイロ大学卒業を記載するかどうかだ。以前から学歴詐称が取り沙汰されているが、今回もその疑惑が再燃。かつての知人や側近からの告発が相次ぎ元側近の一人はカイロ大卒業を選挙候補に記した場合、 刑事告訴を行うと明言している。くすぶり続けるこの疑惑そろそろ決着をつけようではないかフリーライター鎌田若ついに都知事選出馬を表明小池氏本人が最も気にしていることついに都知事選への再出馬を表明した小池百合子都知事連合氏との一騎打ちとなるのは必死の情勢だがご本人が気にしている 点の一つは、学歴詐称疑惑について、メディアが、どこまで追及するかだろう。今春、元側近の小島敏郎氏が4年前の都知事選で、学歴詐称工作に加担してしまったと告発を、行った、文芸春秋4月25日発売号また、2020年に発売された、女帝、小池百合子、石井太子著の中で、小池氏の、 学歴詐称疑惑を告発していたカイロ大時代の同居人、北原桃義が文庫化にあたって実名を公表した。取材を受けた記事の中で改めて帰国直前の進級試験で落第したのは本人から聞いている。卒業しないまま帰国したと考えるのが自然だ。アラビア語も卒業できるレベルにはなかったと語っている。参考。 ごめんね。バレちゃうから、と、小池百合子さんは言った、都知事の元同居人が学歴詐称疑惑を語った、東京新聞、2024年5月27日。なぜ、いつまでも疑惑がくすぶり続けるのか、カイロ大が卒業を認めているのだから。もう疑惑は、晴れたのではないかと思っている人も中に入るだろう。このやや複雑な、 疑惑のこれまでの経緯を一旦振り返ってみたい。疑惑は払拭されていないのか作家から元側近まで旅重なる報道の経緯。まず、カイロ大にまつわる小池氏の疑惑はカイロ大主席卒業とカイロ大卒業とがある。主席卒業については小池氏が1980年代に書いた自身の著書中の記載だが、 この点を指摘された小池氏は2018年6月19日の都議会答弁で、なお、主席につきましては、当時の担当教授の言葉をうのみにしたということで、ございまして、そのことで嬉しくなって、その旨を記述したということでございますと発言、無縁な言い回しであるが、実質的に虚偽を認めている。一方で、卒業を辞退していないのではないかという、 疑惑についてはこれまで小池氏は複数回にわたって否定している国会議員時代からあったというこの疑惑は2016年の都知事選でも取り上げられたが小池氏は卒業証書と卒業証明書をワイドショーの番組担当者に送ることで乗り切ったただしこれらの証書についても偽造の疑いが指摘されているその後石井太子氏によるルポが 文芸春秋に乗り、2020年の都知事選に合わせる形で、女帝、小池百合子が出版される。ちなみに発売日の2日前、5月27日に、小池氏は出馬を表明していたが、同日にプレジデントオンラインで、カイロ大学卒業は本当。小池百合子東京都知事の学歴詐称疑惑という、タイトルで、少書偽造疑惑を打ち消す内容の記事が、掲載されている。 以下は、ネットユーザーの反応をまとめたものです。小池氏の父親の石油輸入会社が倒産し、家族もろともの面倒を見、エジプトへの転居や日本食レストランの開業、小池氏の回路代編入学までの資金援助、世話をしてきた、聴導委員大学の証言は、当時のことを一番よく知る人としてかなり確証がある。 この人が3年生への進級試験に落第して、大学を辞めた、と断言していることは重い。それでもエジプト政府やカイロ大からのあのような卒業証明書が出てくることの方が闇を感じます。いろいろなコネや金銭、権力が動いて出てきたものであればこれこそが大問題。都知事の立場でそんなやり方、手段を取るような人が許されるのか。 むしろ学歴詐称という小さな話ではなく知事としての見識を問われているのではないかカイロ大学を卒業したかどうかは大きな問題ではない問題は偽り続けているという人間性の問題なんですニュースキャスターになる時に気楽に考えずに書いた経歴だと思いますが政治家になる時にその間違いを正しておく必要があったんです それができなかったというのが真相でしょう。超動員大革市の会見を見ましたが、100%信用できる内容だと思いました。ぜひ、真実を話してください。先日都庁で行われた超動員大革市の会見で、小池氏の学歴差症が明らかになりました。1970年代に日本国内の再建者から逃げた小池親子を、 回路で支援したた恩師が語ったのだから本当でしょう2年最後の進級試験に落ちて父親含め相談し退学させたその後現地で出会った岡本秀樹氏と空手雑誌を作るとかで恩師がさらに400万円支援したが1年後それも儲からないとのことで日本に帰国した議員になって以降も 恩師へのの返済や連絡は一切ないとのこと、こ人やお金に対する小池氏の姿勢がよくわかりました「選挙の争点にはならない」という声も聞こえるでもそれは小池氏本人あるいは支持者の願望を卒業したかしないかという事実の問題がなぜかここまで長引く小池氏は十分説明を尽くしており 政治的思惑で追及する側が間違っているのか。そうではない。この件が小池氏という人物の根幹に関わることだと皆感じているからである。早く選挙候報が見たい。カイロ大学が卒業したと言っているので、この疑惑は決着しないと思います。先日の小池氏の父親と親交のあった、長道院大閣氏の証言には驚きました。 かなり信憑性が高いと思います。調度院内閣氏は小池氏の父親の会社が倒産したとき、資金援助を含めて小池氏の父親を支援した人物です。父親の会社が倒産したことで小池氏は関西学院大学1年生の時に大学を中退し、家族と共にエジプトに渡っています。カイロ大学の2年生として編入しましたが、 アラビア語がわからないから3連に進級できず2年で中退して帰国。調度院大各士の事務所で働いていたということです。小池さんの疑惑は、カイロ大首席卒業とカイロ大卒業とがあって、首席卒業については、実質的に虚偽であったことを認めているとのことですが、カイロ大学を本当に卒業したかどうかについて、当然説明責任はあると思います。 その回路大卒という履歴はニュースキャスターとして採用される際に大きな意味があったと思われるしそれが虚偽となれば社会人としてのスタート時点で多くの人を欺いていたことになります小池さんは卒業したかどうかについて説明したしもう済んだことというスタンスなようです今回の都知事選立候補にあたって小池支持派にとっては 大きななな問題ででももいいかもしれないですが従来は小池さんに投票してきたが今回は迷っている層やアンチ・小池派にとっては小さな問題ではないと思います。